2018年6月14日9時26分、引っ張りだこの池上。あきら氏、C、日刊現代、芸能界に学歴はいらない。昔、やんちゃしていても才能と努力でスターになることがで。きる、老舗の芸能プロ社長からそんな話をよく聞いた。それでも10代でアイドルになる子は、不高校ぐらいは、という親。の気持ちも加味され、高校に通いながら芸能活動する者もいた。時代は流れ、今では大卒も当たり前、東大で、など高学歴も肩書きに組み込まれ、クイズ番組などで重宝されている、明大出身の、ニュース、のメンバー、小山圭一郎、34、が日本テレビのニャースキャスターについたのも学歴効果が大きいと思う。アイドルから一転、ダークスーツに身、包み、日々のニュースを伝える、キャスターの概念を変えた反面、違和感を覚える人も少なくなかった。最近のジャニーズタレントはあらゆるジャンルに進出する。そこには、アイドルが将来的に就く確かな進路先を見つける、との事務所の親心も見え。隠れするが、アイドル活動の延長線上にあるのは歌手、俳優、タレントが規定路線。最近はバラエティーや情報番組などの司会号も加えられた。